交換しててね。あのさ、4月のさ、13日にさ、ジョアルコルのことを歌ったさ、カセットテープっていうさ、7インチを出したんだよ。で、うち初めてでさ、7インチ出すの。ちょっと心配だったんだけど、正直ね。あの、10日でソールドアウトだよ。でさ、まああの、ディスクユニオンからもさ、あの2、3日前にさ、大量のバックオーダーが入ったんだけど、あのお断りしましたよ。もうソールドアウトだから。でさ、あの、まあジャックスにもまだあるでしょ。まだまだある。ジャックスには人気ないから、あの欲しい人はジャックスで買ってから、あのたくさんあの仕入れてくれたんで、まだあるそうです。まだまだある。はい、まだまだとか言うなよ。まだぐらいにしてくれよ。うっつけ。まあいいや。そんでさ、まああの俺雑誌やってるからグリスアップマガジンっていう、それの取扱店でさ、まあディスクユニオン、ジャックス、まあいろんなとこあの取り扱ってもらったんだけど、あの俺もさ、あのうちの自分のサイトがあるからさ、あの当然そこで販売するじゃん。すっごい来たんだよ、全国からくださいくださいって、買って、あの買いますって。すっごい来てさ、俺もう何日もさ、あの住所とか書いて大変だったんだけど、なんとさ、全員男だよ。本当にびっくりするよ。でさ、あの厳密に言うと、あの友達の女の子とか、あの2人女の子がいたんだけど、それは友達だから、やっぱカウノーカウントじゃん。だからノーカウント、他はさ全員男だよ。どういうこと？男からモテるな。でさ、そこでさ、俺はさ考えたんだよ、マジで。もう二十何年、このバンド二十何年やってるよね、もうね。あのチケット予約のメールって来るじゃない。あれもね、俺今まで気づかなかったんだけど、全員男だったんだよ。そんなバンドないでしょ。あの女の子は知り合い全部。そんな感じ。あの女の子も聞いてください。ジョーアルコールの曲です。カセットテープ。Thank you.